ステップ4 Repeat our graph s t a t e RGS 今回はちょっと複雑になりますからまあ見てみましょう今までの説明したアーキテクチャーいくつかがあるんですけれども MIM, MM, MSM すべてはメモリとフライングキュービットつまり格子両方使ってたんですねそして MIM の,の,のことなんですが 外側にはメモリーがあって、真ん中には BSA があって、格子が左右のメモリーから放出して、真ん中で測定することになってるでしょう。そして MM は格子がどっちかから放出して、どっちかに吸収するんですね。それで、真ん中の濃度はありません。それから MSM は逆に真ん中から格子を放出して、 外側にはと測定するでしょう。とそ,れそうしたら、それメモリーにはあのエンタングルメントができているかどうかには確認できます。まあ、メモリーと格子両方が使ってるんですが、それが本当に両方が必要なのか、特にはメモリーが必要か,かどうか。いや そうでもないんですね。じゃあ、それが今回のステップにはすると特別な手法が、えっと、Repeater Graph State を説明します。そして、例えばこれが MIM Link のことなんですが、飛んでいる格子が真ん中に来ることになってるんですが、格子が、が、stationary、えっと、動いてないメモリとエンタングルされているんですね。こっち側にも同じようになってるんですが、 例えば、腰と、これが腰とメモリーはエンタングルされ,てされているでしょう。腰とメモリーじゃなくて格子格子が、腰と腰がエンタングルされているだと、どうなるんでしょう。さて、それが、両キュービットが,が,がとフライングキュービットになっているんですが、まあ、この図には4つだともフライングキュービットになっているんですが、これが、えっと、できるなら、 すべてはそれが,がとメモリなしでエンタイグルメントが作れるんでしょう。そして、そのファインキュービッツだけを使うことにはしたいんですが、さっきのソースが,が,が,があったんですね。そのソースのことは、はまあ、例えば自発的パラメータ、下方変換、SPDC とか。 ににを使っている場合があるんですが、それが真ん中から2つの格子を放出するでしょう。そしてそれが真ん中の BSA に,に,に,に渡たると,と、もしかしてこっち側の格子とこっち側の格子がインタングルメントでできるかもしれません。さて、それがメモリーはないので、メモリーのディコヘレンスも,も,も,もかなり下がりますが、そしてこれが レダンデンシーをつけると、ととそれが,がフォトンのののが,がなくなる場合にそれが,がメモリーの特徴なんですが、それがどうやって対応できるのでしょう。そして、シーをなくしてしまってたら、えっと、リンクが,が,があの落ちるだけじゃなくて、 全体、初めから終わりまでは、そのコネクションが完全に失敗するかもしれませんが、それの対応手法が開発しなければなりません。そして、腰のレベルでそのレダンダンシーを入れなければなりません。それがデータのいくつかのコピーとかに、ース対策などを考えなければなりません。そして、 グラフステートを使いましょう。そのグラフステートが使うと、まあ、グラフステートというのは、Vertex とエッジがあるんですが、複数の Qbit をつながることになっている,ているとマル、マルチパータイトのエンタングルステートになっているんですね。リオシムツ,ツレ。そして、作る方法なんですが、書く Vertex としては、えっと、プラスの,の状態の,の,の キューベットを用意して、そして、各エッジについてはそれが、えっと、CZ ゲートをか,かけるようになると、とこのキューベット、この6つのキューベットがつのキューベットが全ては1つの量子,量子も連れステージになります。そして、いくつかの面白いことがあるんですが、これが2キューベットの場合になるんですが、 2 qubit の,のグラフステートが、それが Bell 状態と一緒になっています。それから、こういうことになっていると,と、4つの qubit 用意して、3つの,の,の CZ ゲートをかけると,と、このには、この3つの CZ ゲートをかけると、こういう状態になります。0+++、 1-minus-minus になるんですが、これが GHZ ステー t と同様の要素になります。それから、あるグラフ state が、他のグラフ state には変更で、ことには可能になるんですが、それパウリー測定、各キュービットについてはパウリー測定だけにはかけると、そういうふうになります。例えば、この 3つのキューベットは線で並んでるんですが、例えばこの横のキューベットを測定すると、Z で測定すると、このキューベットはあのグラフステートから抜いて、そしてエッジも消す。そして残りのグラフステートが残っているキューベットと残っているエッジなんですが、この場合には3つは線に並んでたので、2つのキューベットにしかのの残りません。そして、 例えば、真ん中の場合には、Z 軸じゃなくて X 軸で測定すると、これが、まエンタングルスワッピングに近い概念に見えるかもしれませんが、このキュービットはもともと両側にはエンタングルされてたんですが、基本的にこのキュービットを抜いて、残すのは、この,あの残りの,のキュービットがエンタングルされることになります。 そして、これが、この特別なグラフステートを作ることなんですが、これが Repeater Graph State と呼びます。この Repeater Graph State としては、これが、フォトニックグラフステートになってるんですが、これが格子の上にを作りたいと思います。で、これが特別な形になるんですが、真ん中にはこう,いうこういう形になってるんで、そして外側にもあります。 真ん中のそれが inner qubit と呼んで、外側には arm ュ u b ッ t と呼びます。で、真ん中の方にはこれが、この例としてはこれが complete graph になってるんですが、各キュ u b ッ t が全ての他のキュ u b ッ t にはつながっているでしょう。で、これが 6× になってるので、各キュ u b ッ t はまあ残りの5つで、ね、CZ ゲートをかけてそれがエンタングルにされてます。 そして、これが格子にできているので、これがこういう形に作ることなんですが、半分は左に送って、半分は右に送ることにするとどうなるんでしょう。そして、こういう形になるんですが、メジャーメントノード、ソースノード、メジャーメントノード、ソースノードに連続とパスにはなります。それから、 メジーメントノードでは、それが、えっと、エンタイングルメントをくっつく,、えっと、く,つくなことに、結合にすることにはな,るなりますが、この真ん中のところに,には、えっと、2つのキュービットをベル測定することにはします。で、例えば、この2つには最初に,はに,には立って、最初には挑戦しているんですが、 例えば、これの BSA は失敗する場合には、まあ、どうすればいいでしょうそうすると、隣のキューベット、隣の格子を Z の軸で測定しますが、そして、次のペアにも左右から来て、それ真ん中に測定すると、例えばこの場合にも失敗するとこっちも Z 測定して、そして、 ラストチャンスで、で、これが、成功すると、と、しいことなんですが、隣のキュービットはどうすればいいでしょう。これが、Z 軸じゃなくて、X 軸で、で、で、測定して、そうすると、先の、の、様子と同様には、これが抜いて、残すのは、それの、の、格子に、に繋がってた、えっと、量子もつれにはなります。 そうすると、例えば、こっち側にもちゃんと届いているのは、3, 3つの中には2つ目が届いている。とこっち側には、3つの中には1つ目になっている。そうすると、こっち側に1つの success があって、この辺にも success もあって、こっちにも success もあって、こっちにも成功したので、つながっている経路があるんでしょう。そのつながっている経路があると、 こういう状態になってるんですね。こういうふうには、こっちからこっちに繋つながってて、エンドとエンドのエンタングルメントができました。それから、これが特徴にはどうなるんでしょう。まずはメモリーがないことなんですが、それが先の説明した通りにはディコ e n ンスはない。そして、これがいくつかの,の,の格子がエンタングルされているので、格子は一つずつはなくしてしまうと、 成功する確率がありますが、それが、まあ、計算しなければなりませんね。どっちのケースが成功するか、どっちのケースが失敗にするのか考えらなければなりません。そして、これがメジャーメントのやらについても、もうこれが,が特徴があるんですが、さっきの説明した、イナーキューベットが一つのキューベットとしてを見せてたんですが、実はそっちにはと誤り訂正をかけて、 誤り訂正を使って真ん中のイ n n e r q u b i のエラーとしては強くになります。そしてこれが RGS はまあ先,先はあと真ん中には6個のキュー b i トがあって外側には3つ3つがあったんですがそのストラクチャーとしてはいくつかの,の,の形も考えられますのでそれがハードウェアの様子としては合わせることにはできるんでしょう。 そうすると、これが、各ノードがオートノマスでできることになってるんですが、ノードとノード間には、信号、メッセージを待ってなければならない様子には状態にはなりません。ですが、それが要求としてはどうなるでしょう。まあ、RGS はかなり高い確率で作るソースは必要になるんですが、 そして、その測定には、X で測定するか、Z で測定するか、それが、それの直前の,の測定の結果次第になりますので、その完全の測定するノードが複雑になります。そして、まあ、エンドとエンドには、古点のコミュニケーション、交点通信はまだ必要になります。そして、これが今回には格子だけを使って、 前期のアーキテクチャを説明しました。次にはそれを逆の方に説明したいと思います。